皆さんこんにちは、ゆうすけです。今回はですね、ゆっくりと丁寧にこう理知的な語り口で経済を語ってくださっていて、素人でも政府お抱えの経済学者や評論家と戦える道筋っていうものを示してくださった先駆者の一人だと思うんですけど、緑色の怪獣のカリンゴンさんが11月20日に投稿された動画っていうものが素晴らしいものでですね、いや、いつも素晴らしいんですけど、三橋さんの説明だとわからなかったことがカリンゴンさんの説明だとわかるっていうようなことがよくあったりして、それで今回の動画の内容はカリンゴンさんのそのお話をさらに深掘りしたくなるような欲求に駆られる内容でもあったんですよね、そのカリンゴンさんの動画が。それで動画のタイトルが、財政支出の財源は必要ないは嘘だというものでですね、財源がないのにそのお金ってどっから持ってくるのとか、政府は国民から集めた税金を使うことで政策を行ってるんじゃないのとか、政府がお金を使いすぎたら世の中からお金が減るから国民がお金を使いにくくなるといった、その決まり文句が未だに世の中の常識にされてしまっているわけなんですけど、三橋貴明さんや山本太郎さんの経済政策を理解されている方であればすでにご存知の通り、お金は物ではなく有限でもなく、政府がお金を発行できる金額の上限は金額ではなく供給力、あるいはインフレ率 2% なんですけど、その供給力を構成している3つのものが人と物と技術で、言うまでもなくこれらのものは有限なんですけど、この供給力の限りお金は無限に作り出せるわけなんですけど、カリンゴンさんはその真実が広まりにくい足かせになっているものとして、日本人の多くがもったいないという気持ちを避けがたく持っている民族性にもその原因があるんじゃないかという考察をされてるんですよね。もったいないという意味を言い表す英語はないっていうふうに言われてますしね。この日本人独自の感覚をカリンゴンさんはマイナス要素としてではなく、むしろプラス要素として考えられていて、なぜなら物を大切に思う、物を無駄にすることを嫌う精神性に何ら恥じる要素なんて一つもなく、むしろ世界に誇るべき日本人の精神性であることに疑いの余地がないからですね。 MMT の系譜に連なる経済学者のケインズは、今の日本のようなデフレによる供給力の余剰という不況に陥ってしまったケースの対処方法として、穴掘り公共事業というものを考案したんですけど、要するに穴を掘って穴をまた埋めるっていうことを繰り返す仕事を作ることによって、強制的に需要を作り出してその失業者を救うことができるんですよね。厳密にはケインズは、政府が紙幣を瓶の中にいっぱいに詰めたものを地中に埋め込み、都会のゴミで表面を覆って、自由主義の原理に基づいて民間企業に掘り出させるということを主張の中で語っておりますが、これはおそらくは財源論、貨幣のプール論である主流派経済学に対する皮肉を織り込みつつ、同時に有効需要の重要性を説いた非常に高度な技を繰り出されているのではないかと僕は解釈しました。政府はやろうとさえ思えば供給力の限りお金は作り出せますからね。失業者を救うことなんてこんなにもたわいもないって言ったらいいですかね、その意図も
簡単なことなんですけど、なんですけど皆さんなんかこの話に妙な違和感という言いますか抵抗感みたいなものを感じませんかね。僕はなんだろう、とても感じるんですけど、その目指す目的もなく土を掘っては埋めるだけのことに使われる人間と、その事業に関わる人間の時間と、掘るための道具が無駄なことに使われてることに対する違和感ですよね。どんなにお金が無限で無駄遣いできるものなんだとしても、人や物がないがしろになることは言い知れない抵抗感を感じてしまう。今はお金さえも物だという間違った知識が国民全体に植え付けられてしまっているので、お金の無駄遣いさえも日本人はね、その抵抗を感じてしまうんですけど、これこそがまさにもったいないという感覚そのものでもあって、お金の本質っていうものもまたここにもあったりするんですよね。お金がなぜ物ではないと言えるのか、それはお金が信用創造による貸し借りの記録、つまりは情報でありデータでしかないからなのですが、じゃあ皆さんの財布の中の物として存在する紙幣、あるいは預金通帳、ネットバンキングは何なのかといえば、単なる金額としての情報であり、物でも物質でもないお金を物質化し可視化するための代役を務めるものということができるかもしれません。この代役が存在しなかったなら、そもそもの経済活動ができないことを考えると、お金という単なる数字の情報に振り回され続けている人間が悲劇的で、同時に喜劇的にも思えてきてしまうから、不思議なものですね。もったいないの語源を調べると仏教が由来であるっていうことが分かったんですけど、もともとは不都合な様子を言い表す時だったり、かたじけないという意味合いのもとに使われていた言葉のようで、転じて物の価値を十分に生かしきれておらず無駄になっている状態や、そのような状態にしてしまう行為を戒める意味になったっていうようなことなんですよね。もったいないのもったいは物体っていうふうにも書くんですけど、これをちょっと深読みすると、目の前の形あるものは全て幻想であるみたいな、それこそ仏教的な解釈に一見すると受け取れそうでもありますが、僕はですね、その物体もしくは人や生き物が本来あるべき姿としてそこにないがために、まるでその物体がそこにないかのように見えるという意味としても受け取れると思ったんですよね。よくそのお金が全てではないとか、お金なんていらないよっていうようなことが理想論として語られることがあって、実際はでもお金は必要ですし、極端すぎる言い回しであるがゆえに、その多くは綺麗事としてそういうふうに片付けられてしまい、僕もやっぱり綺麗事だと思うんですけど、綺麗事だよなって思いながらも、でもみんな心のどこかでそのお金が全てではないっていう感覚が正しいことを分かってる、その感覚の意味がこのもったいないに僕はあると思ったんですよね。自分のみならず、自分と他者とが、その他者っていうのは人だけではなく物もそうですね。そう、自分と他者とが同時にその人らしく、その物らしく輝けることに喜びを見出せる、そういう民族なんだと思うんですよ。本来の日本人は。デフレの何が問題かって、お金がもったいないんじゃなく、人間がもったいないし、
その人間の能力を最大限発揮できるはずの技術やものが本来あるべき姿になってないことがもったいないですよね。人間が本来あるべき姿にない状態にさせられているのが20年以上のデフレ化に苦しめられている日本人で、政府がお金を無駄遣いすることは決して無駄なことなのではなく、そのもったいないことでもなく、本来あるべき皆さん一人一人の姿にすることであることを、まだその真実を知らない多くの日本人に知ってもらいたいです。カリンゴンさんの動画のチャンネル登録もぜひともよろしくお願いします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。